はい、どうもこんにちは、めぐです。本日の動画はナイトルーティーン、ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速スタート。今ね、スーパーに買い物に行ってきました。よいしょ、じゃ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 。なんか今日は炊き込みご飯を作りたくて、ひじき、てか名ひじきとか、なんかさ、なんとかひじきっていっぱいあるけど、何が違うんだろう、わかんない。で、人参切るのめんどくさいからカットしたい。本当はライスペーパーを使ったナスとチーズとベーコンのなんか焼いたやつやりたかったんですけど、肝心なライスペーパー買い忘れたっていうね。炊き込みご飯作りたいけど、出汁がなくて、あの粉のやつ、ちょっとこれで、これかやの出汁、美味しいの。買い物行ったら現金のみのあのレジ並んじゃってて、カードしかなかったから、ね、大きいの買えなかった。全部入れたらやばいよね、さすがに。乾燥のひじきあんまり使わないからさ、分量がわかんない。舞茸って洗っちゃダメみたい、風味が落ちるから。汚れてたらちょっとみたいな。もうなんかさ、作ろうと思ったもののなんか必要なものをいろいろ買い忘れちゃったよね。舞茸、人参、あ、なんかね、汁は取るらしい。気持ち薄味にしよう。酒にで、みりんに、よし、みりんに、よし、あ、はい、セット完了。じゃじゃん。で、早炊きマカロニを茹でます。いつもさ、普通に鍋で茹でるんだけど、もしかしたらこのさ、パスタ電子レンジで茹でれるやつでもできるかなと思って。まあこんな感じで適当に。本当はあの茹でた方が安上がりかもしれないけど、刺身用のパックのわかめ、このぐらい。私の料理量が需要ないからさ、あんまり出さないけど、たまにはね。で、本当はささみを茹でたかったんだけど、ささみ売ってなかったから、まあ楽だし、サラダチキン、まあ、ちょっとネギとか少なかったら追加で入れてもいいかも。で、味付けはこれなんだっけ、鶏ガラスープの素とごま油だっけ。量は適当、様子見ながら。これマジ簡単だし、本当おすすめ。だって調味料2つだけでこれで完成。きゅうりとか入れてもいいし、ハム入れてもいいし、もうなんか何でも合う。こう切れる、紅じゃない。出来合いの唐揚げはフライヤーで入れます。インスタントの味噌汁と五目ご飯と、はい、こんな感じです。はい、食べて、いただきますして、いただきます。はい、入浴剤何にしようね。よし、うん、よいしょ。ハート、これにします。なんだろうこれ、ミルクじゃない多分。近い、使いくった入れていい、うん、はい、どうぞ。綺麗に洗ってね、うん、まーちゃん、まる、まーちゃん、はい、どうぞ。お風呂上がりのコーラ、コーラ、うわー、美味しいね、最高だね。はい、では今からじゃあゲームタイムです。ゲームのモニターがここにあります。で、ちょこっとね、1
1時間ぐらいゲームしたらおちびたちは寝ます。長男は自分の部屋でゲームやってる。これ結構前に3COINS で買っておいたやつ。この1剤と2剤を混ぜるらしい。これをはい、この感じで10分20分置くらしいです。すごいね、ドロッとしてる。ねえ、ドライヤーかけてたらめっちゃ垂れてきた。これ終わってからじゃないと無理そう。今パックを落としたんですけど、なんかすごいドロドロこびりついて取るのが大変だった。これはね、今でこそさ PR で結構出てるけど、私この PR とかでインフルエンサーさんが出し始める前に買ってて、もう結構前、3年前とかずっと使ってます。あ、毎日じゃないけどね、スペシャルケア的な化粧水とかの前にやるやつで。はーい、ということで今日はナイトルーティーンを撮りました。めっちゃ雑な感じだったけど、てか怪我してさ今治療中なの。子供たちも寝て一人時間でお気に入りのカフェラテを飲んでおります。はあ、てか最近何動画撮っていいかマジで分かんなくなってきたっていうのと、なんかね、私もともとこれもかなり、あれ、音もきそう。ぶっちゃけ話なんですけど、どんぐらい前かな、10年以上前かな、に精神的にちょっと参っちゃって、まあ、病院に通ってたことがあるんですよ。で、そこからいろいろあって、持ち直して、で、まあ、最近ね、最近ここ1年ぐらい再発しちゃって、かなりね、メンタルがやられてるっていう。なんかね、何にもできなくなっちゃって、前結婚してた時はもう3食ちゃんと作ってテキパキ朝から動いててできてたことができなくなったりで、なんかショートスリーパーだったんですよ私、2時間とか3時間とかなのに、逆にめちゃくちゃ過眠症になっちゃって、もう1日十何時間とか、もう暇さえあれば眠たくなっちゃって寝ちゃうみたいな、マジでやばいなって悩んでる。で、私パニック持ちなんで、こう冷や汗がバーって出てきちゃって 貧血っていうか過呼吸になって倒れたこと何回もあって、それで昔ね、結婚する前働いてた時仕事何回も辞めてるんですよ。で、普通の病院行ってももうなんか精神的なものだとか言われて、でも自分ではそんななんか自覚もないしみたいな、なんだろうな、スーパーとか電車とかもうとある場所でこう倒れたりとかして、一時期もう外も出れなくなったりとかで、今こう YouTube の仕事だったりとか、まあ、在宅でできる他の仕事もやってるんですけど、まあね、それしかないからなと思って、でもそれすらなんか最近できなくなってきて、リフレッシュして最近収納とかそういうみんなが見たいような動画も上げれてないから上げていこうかなって思いつつ、独り言っていうかこうやって語るのも結構好きだから、そういう系のチャンネルにした方がいいのかなとか一人で考えて、まあ、という感じでもう眠くなってきてしまったので、寝たいと思います。ちょっと愚痴っちゃってごめんね。ではおやすみなさい。バイバーイ。